えっ 多分ん、j リーグサッカーチャンネルのツッツンですとで、今回は大活躍8月移籍組ということでございましてです、ね、もうすでに中心になっとるやないかという選手をです、ね、5人いい紹介していこうと思っております。よろしくお願いいたしますということございまして、ですねまあ、本当8月に、ね、新チームに移籍したばかりなのにもえ、チームの中心、そんな試合に出ちゃってんのみたいな、えー、選手が多いと思います。まあね、特に浦和レッズから、まあ、多いと思うんですけども、まあ、しかしこれは後から話はしますけど、基本的に、まあ 1チーム1人しか選んでおりませんのでそんな中の5人で、えー、ございますね。まあ本当ね、この、ね、夏の移籍ってなかなかに難しいものがあってですね、まあその前の半年間でね、チーム戦術をしっかり体に叩き込んでさ、シーズン戦っているって時に移籍でまた新チームの,、えー、この新しい戦術的なものを覚えないといけない、そして選手の顔と名前も覚えないといけない、これね、本当30代を超えるとですね,、まあ、ね、なかなか人の顔と名前って、えー、覚えれなくなるんでね、これでね、戦術まで覚えればサッカー選手すごいな ちう感じは、えー、するんですけれどもね、まあそんなうだうだ言ったらやれちゅう話で、ねえー、ございますのでやっていきましょうかね。まずこちら。まずね、こちら一応ルール、ルールっていうルールでもないんですけれども、ねえー、今回紹介するのは夏加入選手、7月8月に、えー、加入して、まあえー、活躍している選手5人こんなにいるよっちゅう話で、ねえー、ございますね。そしてまあ 同一チームからは1人でございますね、だから5クラブから選出してると思ってくれたら一番早いの勝つ感じがします。これ、なんでかというと、いろいろ考えると、どうしても浦和の選手が増えてしまう、平野酒居とか、あとはショルツとかね、どうしてもこの夏加入選手の活躍が浦和が目立っておりますので、まあ、ここはあえて縛りと言いますか、ですも、ね、うけさせてもらいました。で、まあ、ランキングじゃありません、まあ、1人目、2人目、3人目、4人目、5人目中にやっていきます。だから一番最初に紹介した選手が5位とか1位とかで、 ないのでそこは選手にランクをつけるつもりはございませんので、えー、そこをよろしくお願いしますそしてあくまで主観でございます考えは、えー、人それぞれでございますこの選手よりもこっちの選手の方が、えー、活躍してるんじゃないかこの選手なんで入ってないのという声がおそらく、えー、聞こえてくると思いますがそこはまあうん、そういうもちろんね他にも活躍している選手は、えー、存じ上げているんですけど主観でございますそこを、えー、ご了承くだい話でございましてですねやっていきましょうかねまずこちら1、えー、人目まず、あ、平野でございますで、まあ、水戸から浦和に加入した、えー、平野選手、まあ、ミッドフィールダーの選手で、ね えーございますけどもね、まあ本当、こんなに早くもえな、ー、じむとはという話でございまして、こちらですね、ま本当、圧倒的センスを感じます、まあ、今の浦和レッズは調子がいいんですけども、この新星浦和レッズになかったディフェンスラインからビルドアップができる、そういう攻撃的なセンスというか、まあ、サッカーセンスがともかくえー、素晴らしい選手なのかって感じがします、まあ、J2 の水戸の時はですね僕はパサーというよりも、こう自分でボールを奪って縦パスをしっかり出せるような自己完結型ボランチみたいな、僕の中で。えー 勝手にイメージしていてこ、ここまで攻撃的なセンスがあるのかという感じがしていて、本当にどっちかというとボールを奪う方の能力が高いのかなって思っていたんですけども、まあしかしか視野も広いですし、ボールを持った時のこの姿勢もいいですし、このターンも上手いですし、体の向きとちょっと違う角度をつけてパスが出したいとか、そこのセンス、ボールを持った時のセンスが本当に素晴らしい選手でございますね、そしてまあこういう選手がいるとやっぱり試合が落ち着くという話でございまして、ですね、まあ、特に今の浦和レッズでいうと江 小泉とまあ攻撃的な選手がいるわけでございますけどもこの選手この攻撃的な選手たちうまいことこの平野選手が操っているなという感じが、えー、していてもずっと本当2年も3年もずっとねこの3人榊川小泉この平野選手同じチームでやってるかのようなこの、えー、まあこのねアウの呼吸といいますかそれが見事に吐き出ておりますねそしてまあ、えー、平野選手が、ね、出場後実は負けがないんですよねこの、えー、コンサドーレ札幌戦まあ夏場ですけども、えー、中団分け一発目はコンサドーレ札幌戦だったんですけども。 そこ,こは平野選手、えー、出番がなくという話でございます。あの時は加入発表されてなかったから、ギリギリ、えー。ちょっと微妙なところになってきましたけれども、まあ、何日は平野選手は加入して試合に絡んだゲームでは公式戦負けがないという話で、えー、ございまして、やっぱそれだけですね、まあ、もちろん負けがないということは、しっかり守備ができて、で守備ができているということは、やっぱり後ろの選手、まあ、ボランチの選手の貢献が非常に大きいという話でございまして、まあ、途中でも言ったんですけど、この平野選手、守備の能力も高い選手で、えー、ございます。まあ、ちょっとトストのゲームではですね、J1 のスピードに、えー、まだ慣れていないな話いう 感じのシーンもあったんですけどもしかしまあえ最近のゲームを見ているとも十分 J1 のスピードにも早速え適応している感じがあります。本当この選手がいると試合が落ち着くっていう感じがして本当今後も期待したいと思いますけどもねはいそしてこちらえ2人目守備率リオーク選手でございます名古屋グランパス選手でございますねポーランドでまあえーポーランドの選手も代表選手としてユーロにもえね選ばれていた選手でございますのでこの選手どんな感じなのかという感じが見ていましたが確かねこれちょっとね今曖昧な記憶なんですけど1 8十 184cm で8 6キロだったから、多分今ちょっと合間な記憶なんですけど、184cm、86kg、まあ、僕はいつも言ってるんですけども、体重ってサッカー選手も大事な話でございまして、なかなかこの1 8 4センチで8 6キロの選手からね、こうボールを奪うと言いますか、です、ね、うまいことカードを、ね、使われたら、なかなかボールを奪うの大変なんじゃないかという感じがしておりますけどもね、そこちら。 本当圧倒的な個のある選手でございますもちろんこのアビスパ福岡戦リーグ戦ですねあのすごいミドルシュートミドル中華のゴラストでございますけどもねあれを決めたのもすごいですし本当この選手はまあさっき紹介した平野選手とは違う意味で、まあえー、試合を落ち着かせることができるボールを,たボールをまあ持ったときに落ち着かせることができるそういう意味で本当前線にこういう選手がいたら本当安心するよねとにかくパスがねちょっとチーム全体としてパスが回っていないときにとりあえずシュビルツォークに預けておけばちょっと時間作ってくれるよねみたいなタイプの選手と思います。 いますんでこの子の力は非常にこの混合の名古屋、前線の個の強さという意味ではやっぱりこのキャラクターの強さ、名古屋になかったものかと思っておりますので、名古屋のラストペース、ラストペースって言ったら大げさかもしれません、金崎選手も復帰していますので、この最前列の争いはえ激しいものになってくると思うんですけども、しかし今、得点力不足、なかなかこう得点が奪えていないゲーム、1点とかねまあ2点とかまあ取れている試合も,もちろんあるんですけども、得点力爆発みたいなチームではもちろんないので、そういうチームに現れた 救世主にななるんじゃないかと、えー、思っておりますけども、ね、そしてでに、公式戦で大活躍、まあえーまあ、リーグ戦だけじゃないんです。リーグ戦だけじゃなくて、しっかり、ね、出た試合でゴールを決めているチャンスえー、ございまして、ですね本当に印象的な、まあえー、プレーが多いこの選手でございますけど、さ今後、名古屋も、まあ、ACU 争い、ま,まだまだ可能性ありますので、ここですね、もう一回は、ね、ACU 名古屋が戦うためにはの守備ルツォ戦選手の活躍必須と思います期待したいと思いますけども、ね、はい、そこちら、3人でプローダー選手、まあ、横浜 f c のゴールキーパーでございますけども、この選手 まあ見たことある人どんだけいるかわかりませんけども横浜市のゲームを見たことがあるね人であれば多分この選手の活躍もう本当毎試合活躍しているようなもんでございますねあ,あの選手かってねまあちょっと思い出していただければと思うんですけどね、えー、こちらでございますね、えー、校長横浜市を引っ張るドイツ人ゴールキーパーということでございましてですねまぁ、あ、とにかくこのね中段明けオリンピック中段明けの横浜 FC を本当に調子が一応してございましてまぁ、あ、中段前はですね再開しかも結構な差をつけられて再開だった横浜、FC だったんですけどこここにててもす最下位脱出をねしておりますこの本当ね、まあ、横浜市ほんといろんな選手ガブリエル選手とかいろんな選手とっているんですけども24ドイツ代表としてまあ来日していたブローダーセン選手の活躍うちの特に光るものがあるのかって感じがしますねそしてまあ久しぶりに見た金が取れるゴールキーパーということでございましてこれちょっとなんかね言い方ね悪いですけども要はこの選手このゴールキーパーのプレーを見るために、えー、スタジアムに行く価値があるよっていう話でございましてですね、まあ、たまにですけどもねやっぱりこう,、えー、こうイメージとしてはですねお金 が取れる選手っていうのはやっぱ最前線のフォワードの選手であったりとかすんごいテクニックがある選手であったりとかえするんですけどもやっぱりこうたまにですけどもねこのゴールキーパーのプレーを見るためにちょっと金払うえ価値があるなゴールキーパー練習から見る価値があるなーっていう選手がいるんですけどもまさしくこのブローダー選手はえその選手なのかという感じがいしておりますけどもねまあ正直こう金が取れるゴールキーパーって書いてはいるんですけども見ようによって横浜 FC がのピンチが多いって話になってきますのでまあやっぱゴールキーパーって 本当はえ活躍しない方がいいんですけどもしかし今お金が取れるゴールキーパーかと僕はえ思いますけどもねで今,度今後でもそうなんですけどもね今後も今までもそうなんですけどもえ本当このブローダー戦で取った勝ち点中の今後増える可能性があるかなと思っておりますね要はもちろんこの勝ち点中の守備がしっかりしていたりとかまあ攻撃の選手が点を取って勝ち点中をもも取るんですけどもいやいややっぱ最終ライン突破されてしまってこのね何回も何回もこのキーパーと相手選手のこう1対1を止めるみたいなそういうシーンがね今後増えてくるんじゃないかそういう意味ではこのゴールキーパーブローダー戦で取れた勝ち 地点ね模擬取った勝ち点でよね中ゲームは横浜よし増えるんじゃないかと、えー、思っておりますけどもね、はいそしてこちら4人目、中村俊選手でございますね、湘南から福岡に加入した、えー、ボランチの選手でございますけども、この選手もすでにまあえー、福岡のサッカー馴染んでおりますね、まあえー、前選手の負担を軽減ということでございまして、まあ、今シーズンを本当 とですねアフィスバ福岡ボランチキャプテン前選手にかかる負担というのは、えー、ものすごく多くてですね本当、ほんと過労で倒れるんじゃないかというぐらい、えー、使いこなしてきたわけでございますけども、まあ、その前選手、まあ、ずっとですね福岡のサポーターの方とか前選手もう1人いればなという話をしていたんですけども,いやいやもう前選手2人どころか本当中村俊という選手がいることがありがたいという話で、えー、ございます決して前選手2人目の前選手という言い方ではなくて本当中村俊のおかげで今の福岡成り立っているなという感じが正直、えー、しますね。そして 欲ししてた待望のボランチとといいうことでございましてなかなかこう前選手の相方って重弘選手がやったりとか田辺選手がまあやったりとかいろんな選手がこのボランチで起用されてなかなかしかしまあこうフィットしないというかなかなかこうねうまくいってない時もあったんですけども中村俊選手加入してから前選手、中村俊選手のこのコンビで、えー、ほぼほぼやっていますのでそういうことを考えるとやっぱりこの、ね、長谷部監督が本当に欲しがっていた選手であり今の福岡に、ね、不可欠な選手なのかって感じが言いしておりますけどもねでやっぱり役割としてボールを奪ってスイッチ 話でございましてまさしく福岡が、ね、福岡のサッカーに当てはまるボランチの選手感って感じが、えー、しております元もともとボールダッシュ能力に関しまして J2 の山形時代から、えー、この注目されていた中村俊選手ではあるんですけどもうこう斜めのパスとか、ね、こうくさびのパス入れたりとかこの攻撃の発着点としても非常に、えー、この福岡引っ張っているなって感じがしていてやっぱりそれはずっと前選手がやっていた役割なんですけどもちょっと相手からしたら前選手がボールを持っても嫌だしこの中村俊選手がボールを持っても嫌だよねちゅう形になりつつあるのかなって感じがして間違いなく相手から からしても嫌な選手の1人と思いますのでこの中村俊選手もあとシーズン終盤まで本当、えー、この福岡引っ張ってほしいと思いますけどもね、はいそして最後、最後でございます、5人目でございますね、松岡大樹でございますね、まあ、トスから、えー、清水に移籍した松岡選手でございますけども、まあ、本当元々ですと、ね、この守備的な才能と言いますか、この気の利くプレーと言いますか、このサッカー IQ の高いプレーを見せていた松岡選手でございますけど、やっぱ清水に移籍してからの彼っちいうのは攻撃のセンスが伸びつつあるのかって感じは、えー、しております。もちろんこうねトスの時に求められて 役割とこの清水に移籍してから、清水で与えられている役割ともちろん、えー、違うものがあるので、そこは難しいところであるんですけれども、少なくとも今、清水で求められている攻撃の部分ですね、組み立ての部分とか、この、えー、サイドチェンジね一発長いパス入れたりとか、そういうパス、そういうのがなんか増えてきているような気が、えー、しております。なんか今まで年、鳥栖にいた時の松岡選手っていうのは、どちらかというとアンカーの底、アンカーの底というおかしいですし、中盤の底です、アンカーの底とい言い方おかしいですね、えー、中盤の底、中盤の底で、まあえー、プレイすることが多くて、そしてそ、ま、こ、あ からまあどっちかというと、組み立てですよね、こう一発でこう試合の展開を、流れを変えるようなロングパスを通したりとか、じゃなくて、やっぱりこうウィングハーフの選手にパスつけたりとか、後ろで組み立てるそういう役割が多かった松岡選手なんですけれども、しかし、一気にこのサイドの深いところにパスを出すようなシーンもえー増えてきておりますので、この松岡選手の攻撃戦術というのは、今後、伸びてくる可能性は十分高いのかな感じがしておりますね。そして、すでに移籍後、レギュラー出したということで、本当、ボランチのまあホランド選手の相方とかは、相方変わるときあるんですけども、このボランチのポジション、 えー、レギュラーを奪ってる感じがしていて、やっぱりそれだけ清水ロティーナ監督が欲しがっていた選手なのかって感じがしておりますね、ねそしてで、まあ、あと将来性のあるチームで中心へということでございまして、鳥、ま、栖、あの時もですね、もちろんこの佐賀の鳥栖もです、ねえー、将来性のあるチームであったんですけれども、移籍先の清水エスパルスも本当、えー、この将来性のあるチームだなと僕は思っていて、それやっぱこの、まあ、監督うん監督かんぬんじゃなくて、この選手のところですね、まあ、例えば今レギュラー、レギュラーでバリバリやっている鈴木唯人選手がいたりとか、滝選手がいたりとか、本当あと、ねまあ、レンタル移籍している選手も、ね、若い 選選手手でで結構いいい多んシミ清水スパルス中ですというのは新加入選手、すでに決まってまあ千葉選手ですねとか本当ねもう有名なこの若手選手が多いこのねアンダー世代とかま今後期待される選手だよとよく言われている選手が多いこの清水スパルスの中でこの若い松岡がどれだけ引っ張ることができるかっという話になってきて本当そういう意味ではこ松岡選手もですね多くの若い才能と一緒にプレーができるこ松岡自身もちろん若い選手ではあるんですけど、t i k t 世代の選手の中では一番本当試合数を稼いでまる、一番というか難しいところである。 いますけど正直ね、まあ、本当に多くの試合を経験して、この松岡選手、この選手が清水スパルそこも引っ張る可能性は十分あるんじゃないかって感じがしておりますけどもね。はいえー、というと以上でいますね。まあ、もちろん今後ね、いろんな選手出てくると思います。まあ、現段階での話でございますので、そこは、えー、参考程度にお願いします。ということで、以上、パルプン J サッカーチャンネル、常視の方、チャンネル登録よろしくお願いします。さ